さあやってまいりました、究極のキャラデッキ選手権。お互いにかっこいいモンスターを出しまくって、お互いに究極のキャラデッキ盤面を作ろうというのが本企画でございます。普段のデュエルでは絶対に見ることのできない究極の盤面をお見せできるかと思います。盤面作りのために攻撃しなかったり早送りやカットも挟みますが、ご了承ください。それでは参りましょう。カードをセット。さあ見ていきましょうヨハン選手 VS ユベル選手の対決。これはあれですね、完全に10代争奪戦の様相を呈しております。さあとりあえず盤面が固まるまではとりあえずスキップしていきましょうか。トラップカードと永続魔法カードをいっぱい発動していくパターンですね。まあ、何をやりたいかなんとなくわかりますか。さあ驚異の40倍速でお届けしております。圧倒的にデッキを掘っていく。さあここでカットが終わった。ドロー。さあお互いにカードは整っているはずだぞ。さあどうなる。さあ永続トラップモンスターが場には3体いますよ。ユベレさんそろそろ動いてください。イデヨ、ゲンマ王ラディエル。きたさあトラップカードのモンスターを墓地に送ることによって3枚ゲンマ王ラビエルが特殊召喚されていく。さあ悪魔族を宣言。さあそろそろヨハンさんも来そうですね。さあ漁師猫をさらに特殊召喚していく。さあ一体何が起きるんでしょうか。さあ闇属性悪魔族を宣言して、闇属性悪魔族の漁師猫を特殊召喚。さあさらにレアバリューを発動していく。さあヨハン選手手札めちゃくちゃ多い。1,2,3,4,5,6,7,8枚手札が8枚あります。さあ分回すんでしょうかこのターンで。さあどうする。おっと魔法除去。さあ魔法除去によって宝玉獣モンスターを墓地に送ることができた。よみがえれ究極宝玉神レインボードラゴン。さあフィールド墓地に7体の宝玉獣モンスターが揃った時、それさっき聞いた。何？レインボードラゴンをリリース。アドバンストダーク。墓地の宝玉獣モンスターを全て闇属性にするカード。自分の墓地の闇属性モンスターを7体除外した場合のみ特殊召喚できる。現れろ究極宝玉神レインボーダークドラゴン。すごい盤面だ。レインボードラゴン、レインボーダークドラゴン、さらに究極宝玉神レインボーオーバードラゴンまで存在している。まさに究極のヨハンデッキ。イデヨ深淵王ウリア。さあ二元魔を特殊召喚成功しているぞ。さらに手札から発動だよ。さあ永続魔法カードが永続魔法発動だよ。3枚発動されていく。永続魔法カード3枚がフィールドにあるということだ。そうイデヨ高麗王ハモン。三元魔降臨だ。三元魔降臨だ。パースビューに変更していこう。切った。これすごい盤面だ。これは完全にスクショ案件。
これはすごい、これは素晴らしい盤面だ。やばすぎる究極のキャラデッキ選手権、これは10代もおっと三軒マン除外モンスターを特殊召喚いでよ混沌現場アーミタイル、やべえの来た。三軒魔をゲームから除外した場合のみ特殊召喚できる最強モンスター混沌現場アーミタイル。アーミタイルは戦闘では破壊されないが相手ターンは攻撃力がゼロになってしまう。なんという悲しみを背負ったモンスター、なんという悲しみを背負ったモンスターなんだ。よしバトルだ、とどめを刺してやれヨハン。引き抜けろレインボードラゴンの攻撃、オーバーザレインボー。10代はヨハン選手のものだ。この僕をここまで傷つけるなんて、これこそが宝玉獣に宿る力、俺と共に決してデュエルを諦めない力さ。オーバーザレインボーウィンオーバーザレインボーウィンって、この画面結構かっこいいな。